アドミラルティア,アーチの花。アーチの内壁につけられた、この花は2メートルほどの高さがあるが、馬にまたがったものであれば容易に触れることができる。ロンドンの花あるいは双方の7つの花は、ロンドン市内の複数の建物に発見されたインスタレーションである。小石膏で複製した作者の花がまるで不条理かつ、思いがけない形で飛び出てきたかのように壁に取り付けられている。 この花は1997年に芸術家のリック・バークレーが制作したもので、はじめはナショナル・ギャラリーやデート・ブリテンなどの建物に35個の花が取り付けられていたが、2011年に確認できたのはおよそ10個ほどだった。賛否が分かれる中ロンドンの至るところに監視カメラを設置することが決まったことに行き通りを覚えた作者が前衛芸術家集団シチアシオニストに着想を得て、 監視カメラの鼻先に取り付けていったのが、この、ロンドンの花である。バークレーのシチュアシオニスト的ないたずらは公にされる、ことがなかったため、この花の出現を説明する、都市伝説が広まった。例えば、アドミラルティアアーチの内壁にある花はナポレオンをあざける、ためのもので、そばにあるホースガーズパレードの騎兵はアーチを通る時に、この花をつまんでいく、というものである。あるいは、 双方の七つの花をすべて見つけたものは大変な幸運に恵まれるというものもあった。ありがとうございます。